さあ、基本文型学習が深まってきましたね。次は受容型です。受容型という型、この型はもちろん名前のごとく受容を表す、誰々に何々を授与する、あげる、くれるということを意味する型です。文のパターンとしては、主語の後ろに動詞が置かれ、その後ろに目的語がポンポンと2つ置かれ、それがこの型の特徴です。 A の文を見ていきましょう。 Can you give me your phone number? というわけですね。 Give の後ろに me、 ポンと目的語が1つ置かれたわけです。そしてその次に your phone number、 この目的語がポンと置かれたわけです。そしてこのパターンの中に入れば、自動的に誰々に何々をあげるということを意味するようになるわけです。ここでは、私にあなたのフォンナンバーをくれませんかという意味になっているわけですね。この目的語の位置を入れ替えてはいけません。基本文型というのはしっかりとした設計図です。設計図通り文を作っていかなくてはいけません。 Give your phone number me、 これでは通用しないというわけですね。そして一つ大変重要なことをお伝えします。文の全体の意味を構成するのは基本文型であるというわけです。例えばこの受容型で B の文、 by という動詞が使われています。 by の後ろに目的語が2つありますよね。この場合にはただ買うという意味ではなく、買ってくれたという受容の意味になるわけです。あるいは書く、write という動詞が C で使われています。この後ろが2つ目的語が並んでいることに注意してください。このパターンで使われた時には、これは誰々に何々を書いてあげると、そうした受容の意味で解釈されるというわけです。英語は文型が文全体の意味を支配しているんだ、これも一つ覚えておきましょう。